皆さんこんにちは、森谷ドラマスクールの森谷です。本日はですね、こう右手と左手のこう分離の練習として、レッスン動画を配信させていただきたいなと思います。まあ、なぜ、右手と左手の分離が必要なのかというと、まあ、例えばなんかこういう速いタカタカをやるとき、なんかこういう速いタカタカをやるときも、例えばこの速いタカタカっていうのは片手だけ弾ませてるもの、この左手だけ弾ませる、これはまあガチャーンと組み合わせてるのがこの速いロールになるんですよね。例えばこの片手だけやったら弾ましやすいけど、こう同時でもうまく弾むけど、こう両手やったらなかなかうまくといかないみたいなね、こうどうしても力入るっていう時は、まあ、結構こう右手と左手がお互いにつられてしまってることっていうのが多かったりするんで、まあこれを分離する練習として、まあこんなパターンをご紹介させていただきたいなと思います。では一体どういうことをやるかというと、同時に四分音符でスタートして、で片手だけ右手だけ、四分八分三連符十六分と切り替わると、そしてまた両手に戻って、次は左手を四分八分三連符十六分と切り替わる、まあ、こう右手と左手それぞれ違う音符を叩くというね、そういう練習をしてみます。まあ、これのコツ、意識するべきこととしては、まあこれね、右手を増やす方が、まあ、おそらくうまくいくんじゃないかなと思うんですが、左手が四分、右手が八分の場合は、例えば四分音符で叩いてるときって、大きな動きでね、こう叩くんですけど、例えばこう右手増やしたときに叩き終わってから手を上げようとしちゃうんですよね、こう。まあ、3連符も みたいな感じで全部やり終わってから逆の手を上げようとしちゃうんですが、どっちかというとこう四分音符の大きな動き、こういうこう叩いたら上にヒョーンって上がっていくこの感じを、できるだけこうキープしたまま残したまま片手が増えていくっていう状態が、まあ、一番理想的という感じなんですね。だから、逆の手が増えたとしても、片手が上がってる状態ですよね、こう。片手が上がってる間にもう片方の手が増えていくと、これ左もそうですよね。左が増えていく方も全部叩き終わってから右手が上がるんじゃなくて、このやり取りの、この辺りにこう手が入ってるなっていうことをイメージするとしっかりと分離させやすいと思います。で、まあ、これがどうしてもねなかなかピンとこないなっていう人はなんかこんな練習もありだと思います。この四分音符の場所を変えてみるということですよね。同時でスタートして、右手が先ほどと同じように、8分3連符16分と増えていって、この四分をキープしている左手がこのスネアハイタムロータムフロアとこう順番にぐるぐる回っていくというような感じですね。ちょっとやってみると、
ていう感じですかね。次は、左手増やしバージョン。左手増やしバージョンで言うと、スネアでスタートして、左手を増えていくんですけど、右手だけこうタム回しする感じですよね。ちょっとやってみると、飛んでいきながら、この片方の手がこう刻むと、なんかそういう感じで分離できるといいんじゃないかなと思いますかね。まあこれ、セットがなくても、例えばまあスティックがなくても、この右手と左手でこう分離させるっていう、なんかこういう練習でもありだと思うんで、まあぜひね、ウォーミングアップの練習とか、右手と左手の分離の練習として、なんかそんな感じで役立ててもらうとありがたいなと思います。そんな感じで本日もありがとうございました。さよならー。